科学の心、まあ、これは科学ばかりではないんですが、まあ、やはり私はまあ科学者の人にある程度分かってもらいたいという気持ちがありまして、えー、科学の心の中でお話をしたいと思いますが、福島原発の事故が起こる前ですね、まあ、日本は法治国家だったわけですね、まあ、工業的なものとか産業的なもので危険なものはですね、法律で網がかかっておりました、まあ、制限ですね。例えば排水水中の水銀濃度。 まあ水銀をどんどん流していいっていう国ではないんですね、日本は。それから、ま、ある4日市ぜんなんかの教訓を生かして、<laughs> 大気中に放出することができるアリウ酸ガス、まあ、二,酸あ二酸化硫黄ですけど、その限度も決まっております。まあ、あの中国に PM が激しいということで、日本人がずいぶん非難しておりますけども、まあ、PM の最初の原因になったのは、このアリウ酸ガスでありました。まあ、日本の大気がきれいなのは、それをみんなで守ってるからであります。 それからもちろん食品も安全でありますが食品中に存在して良い毒物の限界も決まっておりましていろんなことは人間に危害を及ぼすと思われるものは日本の場合厳重に法律で決まっておりました2011年3月まではですね、まあ、この法律はただき決めてあればいいというもんではなくてそれを守る順法精神が社会になきゃいけないわけですがそれもまあ日本は世界に誇るべき一つでした 私たちが時に中国を批判するときですね、彼らはルールを守らないからという非難が現在でもあるわけです。しかし現在ではですね、中国よりむしろ日本の方がルールを守ってないんではないかというふうに思われます。日本の産業界もですね、産業界はお金ばっかり儲けて何も考えてないと、最近のマクドナルドの条役の会見なんか見てそう思った方がおられると思いますが、 そうでもないんです。そうでもなかったんですね。やはり日本の産業人はお金儲けに熱心なのはそれはビジネスマンだからしょうがないんですが、それは反社会的なことはしないと。<laughs> 法律は守ると。守れなければ罰せられてもいいというまあ覚悟がちゃんとありました。社会の中の産業と言いますか、日本のための産業という意識がですね、やはり高かったことが日本を繁栄に導いたわけですね。 しかし、原発事故以来、それはもろくも崩れました。えー、長く日本に住んでですね、日本人にプライドを持っておりましたから、私は。まあ、福島事故の後の、特にまあ原子力技術者の態度にはですね、衝撃を受けました。まあ、しかし、何とか誠実な技術者、まあ、日本人、順法精神に満ちた日本社会を取り戻してもらいたいと思って頑張りましたが、 現在ではもうますます反対側に進んでおります。安全だという食材もこの頃もうベクレル表示は全くされません。この前福島で高い放射線の濃度を示している土砂をですね、畑に埋め戻すということすら行われております。まあ、福島原発事故はご存知の通り大量の放射性物質が大気中に流れたわけですね。もちろん法律違反であります。 えー、放射線物質の垂れ流しが許されるような国ではなかったわけであります。さらに土壌の基準も大きく超え、まあ、て、あの、ゴルフ場なんかもゴルフできなくなり、畑も作物が取れなくなるという状態になりました。それから原発から出る瓦礫ですね。これはあの、超越計が課せられておりまして、1キロ1 0 0ベクレルを超えるものはダメだったわけですが、もう平気で100ベクレルを超えるものが出ておりまして、むしろ その100ベクレル超えるものを引き受けない方が悪いというそういう逆転現象が起こりましたこれは人に対する被爆指針である1年1ミリシーベルトもそうでありましてこういった法律とか基準を強調する私の方がですね社会からバッシングされていろいろな発信の機会を失うという状態になりましたこの瓦礫の引き取りもそうでしたね日本人なら苦しんでる人を助けるべきだいやそんなことは分かってますけども だからといって法律違反をしていいのかと。法律違反しなくてやる方法があるにもかかわらず、あの時に民主党がお金をばらまきましたから、地方自治体の市長はですね、えー、そのに日本人の心に訴えて、法律を違反させると。しかも、その市長たちはお金がもらいたいからだと。えー、実際はあ私はのあの頃宮城なんかによく行ってたんですけども、こちらで全部がれきは処理できると言ってるにもかかわらず、えー、まあ、 いろんな政治的な絡みがあって、つまり放射線慣れさせるということですね。で、原発事故の直後はまだパニックになるから本当のこと言えないとか、非常事態だからという、まあ、超法規的な発言もありました。私は違うと思いますが、まあ、専門が違うので、まあ、市民として、国民としておかしいという感じなんですが、もう今や原発事故から4年を経てですね、それらの制限がないことは明らかであります。 そして、さらに今、原発を再開しようとしてますが、もしこれが再開されたらですね、誰かが止めるべきだと思うんですよ。例えば、あの、福島原発の事故は起こってもどうにもならないと。もう福島はもうどうにもならないから、もう見て見ぬふりをしようという態度もあり得ると思いますが、再開するっていうのは我々の意思ですからね。再開しなければいいわけですから。だからこれは、あの、終わったことではないので、もしこれが再開されたらですね、技術者としては、 危険なものの基準がない産業が誕生します。これはもう明治維新以来じゃないかと思いますが、永遠として築いてきた日本工業技術の恥ですね。なぜ科学者が、技術者がこれに発言しないのか、私はもう全くわからないんですね。残念でしょうがないんですよ。いや、その基準の問題とかそういう問題ではありません。もちろん1年1ミリシンベートの異論があれば、また新しい基準を作ればいいんですが、よっぽど野蛮な国の工業なら別ですけどですね。 儲かるんだったらどんなに毒物を流してよいなという産業は、まあ私は日本には存在できないと思います。現在全く基準がない状態ですね。もし基準を今適用したら、東京電力は大量な逮,逮捕者を出しますからね。ですからやれないんですけど、やれないっていうか、やれないと思っている人がいるわけですね。もし原発が再開されると、大気への放出はどうするのか排出、排水や海への放出はどうするのか、これまた決められないんですよ。今かなり、 原発あの福島はですね、規制地以上のものを海に流しましたから、もちろんこれ、普通は逮捕されるんですけどね、土壌汚染、食品汚染、瓦礫汚染、そして最終的な人への被爆限度、すべては決まってないままに再開しようとしてるわけですね。私はあの、技術者っていうのは、プライドがなかったのかと思ってしまうんですよね。私、今までいつも技術者を保護,保護っていうか、保護っていう生意気なことは言えませんが、 技術者を守るような発言をしてきました。技術者はちゃんと現場で一生懸命やってる。雨の日も一生懸命、カッパーを着て寒い時も頑張ってやってる。そういう技術者が日本を支えてきたんだと、まあ、ずっと言い続けてきました。えー、しかしですね、えー、このような事態、つまり毒物を自分たちが使う、まあ、技術者が使うわけですから、結局は原発を運転するとてのは技術者ですからね。技術者が運転するときに、技術者自らが 放射性物質の規制がなくていいのか、人間に対する規制がなくていいのかということなんですね。敷地協会とかそういうのは決まってるんですよ。これは守られてるんですけども、その事故の時ですよ。事故の時にどうするかっていうことを今度決めとかなきゃいけないわけですね。もともと従来からもちろん決まってたんですが、事故の時は決まってないと強弁した人もいるんですよ、確かに。だから、100歩譲ったら、事故の時はどうするんだと。 いうことが決まってないでスタートする。それから食品がそうですね。今、福島なんかから出てくるお米とか野菜とかわからないんですよ。何ベクレルか。そういう状態で出荷していいのかと。事故の後ですね。まあ、そういうことを決めとかないでスタートする。私はそういう原子力の技術者がいるとは思わなかったですね。私、長く原子力の技術者と一緒にやってきました。まあ、私から言うのもなんですが、技術者の方、ぜひ目を覚ましてください。 まあ原子力がもういらないという人といるという人言いますけども、原子力が重要だと思いならですね、なおさら放射線関係の規制は大切ですし、一回福島で事故が起こってるわけですから、事故が起こった時の、その国民に対する我々の責任、技術者の責任をですね、やはりここで声を大にしてほしいと思うんですね。いや、これはね、私だけが今言ってるような感じなんですが、だって普通の水銀にしても、 アリウ酸ガスにしてもですね、他の毒物にしても、ずっと全部そう言ってきたんですよ。例えば安全担当の技術者なんてのは、声を枯らして私にも言ってましたよ。その人たちは、長いものに巻かれろじゃあ、技術者のプライドは私はないというふうに思いますので、ぜひこの声が大きくなってですね、そしてまともな日本になってほしいと。 まさに科学技術立国っていうのは、金儲けだけではなくて、正しい科学技術で、その結果として裕福になると、そういう手続きが必要だと思います。残念ですね、日本を愛してる人っていうのがいないのかと、日本人が大切だと思ってる人はいないのかと、日本の子どもの健康が心配だという人はいないのかと、私はそういうふうに思います。